さんこんにちは。本日は大阪医科薬科大学 LD センター主体の講演会にご参加いただきありがとうございます。今回はディスレキシア月間ということで、ディスレキシアに関係する特別講演というのを行っていきたいと思います。それではまず最初に、講師の紹介です。まず司会は大阪医科薬科大学 LD センターの奥村が務めます。よろしくお願いします。でコメンテーターとして、若宮先生に今回は入っていただいております。で若宮先生の、ご略歴については画面にお示ししますので、そちらの方をご覧ください。で前回若宮先生に関しては、第1回のディスレキシア月間の特別講演ということで、昨年度ディスレキシアに関する基本的なお話をしていただいて、そちらもまた再配信してますので、興味がある方は見ていただければと思います。で次に本日の講師のご紹介です。まず一つ目の講義をしていただく森田先生です。森田先生、今日はよろしくお願いします。森田先生のご略歴も今から画面にお示ししますので、そちらの方をご覧ください。2つ目の講義をご担当いただきます高橋智音先生です。高橋先生、よろしくお願いします。高橋先生のご略歴も画面にお示ししますので、ご覧ください。それでは今回の講演会の誤り方は即音が抜けているので省略の誤りです。マルリーの誤るところは形の文字の形、字形が誤っています。誤るところは字形です。誤り方は形の文字が反対になっています。これは鏡文字と呼ばれます。したがって誤り方は鏡文字となります。丸さんの誤りは小さい通をカタカナで書きました。日本語の表記では単語をひらがなで書くときには全部ひらがな指導は下校時に行います。下校の用意を完了した児童が教室の扉の前に並びます。教員が見せる文字カードを1枚だけその通りに読めば OK です。読めば下校、読むことができれば下校することができます。間違うと列の後ろに並んで再度チャレンジします。指導のポイントは区別と書いてあれば区別とその通りに読まなくてはいけないことです。正しくキャベツと読み直すとアウトになります。子どもたちは区別変だねと言いながら楽しんで取り組んでいます。ということも考えられるわけです。で、じゃあこういった問題がある場合にどうするかっていうと、先ほどと考え方は一緒ですね。この本当に最後の最後の出口がうまくいってないわけですから、ここを飛ばしてあげる。まあつまり、手書きじゃなくて、タイピングならいいんじゃないか。いろいろな研究を見てみますと、鉛筆とかのね、文字の筆記がうまくいかない子も、タイピングであれば、早くできるっていうことはあるようにやってくれるということになります。ただもちろんね、そういった専門部署だけじゃなくって、一般のね、教員や、職員なども、こう、教育的対応っていうことで、様々な配慮もしてくれます。で、ただ、教育的対応であればね、障害がなくてももちろん、相談に乗ってくれたりとか、配慮してくれたりするんですけど、ただ、その教育的対応になると、どうしてもこう、教員の裁量だったり、教員の判断だったりっていうことに左右される。しかし合理的配慮として、診断した後どうすればいいのってよく言われるんです。で、センスはいいよね、 LD センターがあるからとかってよくそういうふうなお言葉いただくんですけれども、まあでも
私が、こういう問題に関わるようになってから、やっぱりかなりの年月が経ってくると、昔と比べて本当に雲泥の差があるというか、すごく学校で、受け入れてもらえるということが本当に増えてきたというふうに感じておりまして、で、今日教えていただいたような、その学校での取り組みっていうのが、やっぱりだんだんと実を結んできてるなというふうに感じています。あと、むしろその例えば大学にまでそういうふうな合理的配慮といいろんう、な課題がありながらも、現状でどんどん教育や社会で変わってきていること、あと未来の希望も少し方向性も含めてちょっと見えてきた部分もあると思いますので、ぜひまたこういう議論を深めながら、みんなで読み書きが苦手でも学べる環境とか、社会に出ていける環境っていうのを整えていければなと思いますので、ぜひ皆さんで頑張っていければと思います。本日は大変貴重なご講義、森田先生、高橋先生、ありがとうございました。若宮先生もコメントありがとうございました。本日の講演会は以上にしたいと思います。それではありがとうございました。